はいどうも、田原元成です。この動画で明日の重賞予想、そして明日の V5 対象レースの S から A 評価は、この2つをやっていきたいと思っております。明日東西でね、20勝あるわけなんですけれども、今回はオールカマー、こちらを選択いたしました。この動画が何か参考になっていただければ、そう考えておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、ではやっていきます。今年のオールカマーなんですが、本命は、ノースブリッジにいたしました。こちらの馬がですね、年明けの AJCC、こちら中山2200m、この舞台が勝っているという、そんな一頭です。で、前走果敢にね、関西圏自身が初めてだったんですが、大阪杯に挑戦して、まあ、直線一瞬もしかしたら3着ぐらいあるのかなというところもあったんですけれども、最終的には失速して8着という結果でした。で、そこから一息入れられて、今回オールカマーなんですけれども、この馬でね、ちょっと僕驚いたところがありまして、陣営がですね、まあ、大阪杯が終わって、このオールカマーに出走するというところに当たりまして、もう5月ぐらいですかね、5月上旬ぐらいで、もうこの馬は春全休して、オールカマー秋初戦ですみたいな、そんなようなところがね、トースポかな、確かそんなところで僕見たんですけれども、つまりこの舞台への参戦がかなり早かった、ここに関してはね、やっぱ陣営にとって一つの自信があったのかなという、そんな印象です。で、その自信を裏付ける一つのデータをお伝えさせてください。この馬なんですけれども、これまでね、6勝を挙げているんですが、すべて6勝中4勝が、中2ヶ月以上の休み明けという、そんないわゆる休み明け校舎であるということが一つ分かりました。で、となるとですね、今回、このレースどういう結果になるかわかんないんですが、秋の G1 シリーズ、まあ、例えば天皇賞秋ですとか、ジャパンカップ、さらに有馬記念、そこまで考えたときに、まあ、休み明けじゃないですよね、という、そんなところが一つ伺えてしまいます。で、反対にこれ以外の人気馬ですね、例えばタイトルホルダーだったりですとか、ジェラルディーナ、さらにはウィン・マリリンのような G1 馬もたくさんいるわけなんですけれども、G1 馬にとってこの G2 の立ち位置、まあ、そりゃトライアルだよねって、そんなところがあると思っております。まあ、GA 仲間をね、とりあえず人叩きして、みたいな、そんなような声が G1 馬から聞こえたようなところがありましたので、であれば、今回のこの舞台であれば、非 G1 馬、こちらに勝機ありと僕は判断をいたしました。で、さらにもう一つ追い風となるのが馬場コンディションです。この馬、道丸校舎という凄まじい成績を残しておりまして、こちらの馬がですね、八重山から大馬場、そういったいわゆる渋った馬場コンディションの成績が3010ということで、1回も馬券圏外がありません。まあ、おそらく日曜晴れちゃったら、両馬場もあるかなと思うんですけれども、かといってですね、その中間に1ミリ雨が降っていないとか、そういったいわゆるパンパンのオールの芝の両馬場、高速馬場、そういう想定では僕ありませんので、ある程度時計がかかる馬場コンディションで言うとね、今年の AJCC みたいな、そんなようなところが想定されます。そのレースを勝ったのがこの馬でした。で、今回の枠順考えますと、おそらくタイトルホルダーが行くと思います。まあ、枠順も完璧ですし、なんですけれども、果たしてその、いわゆるこの馬が得意とする、骨を、肉を切らせて骨を立つみたいな、そんなハイペースに利用するかというとね、僕はそうは思いません。やっぱ前哨戦という条件でもありますので、馬の状態を確認しつつ、レースを運ぶというふうに考えられておりますので、であれば、コースタートさえ切ればね、ノースブリッジが番手の2番手のないしが3番手、それぐらいを取ってですね、4角先頭ぐらいの、そんな足で行ってもいいと思っております。今回、今週から中山が C コース代わりということで、そういった馬場コンディションのね、味方する部分もあると思っておりますし、何よりも馬場コンディションで言うと、先ほど申し上げました、道荒れへの、異常に高い適性、そこがこの馬のアドバンテージだと考えております。今年のオールカマーなんですが、本命はノースブリッジにいたします。で、ここからが相手なんですけれども、相手本戦には同じくですね、G1 を勝っていないガイアフォース。こちらを抜擢いたしました。春競馬に関してはね、2着と4着ということで、マイル路線で構想していたんですけれども、まあ、この馬に関して言うと、昨年の夏に小倉でのレコード勝ち、こちらがありましたように、基本的には、高速馬場適性が高いのかなという、そんな印象が伺えております。でもそうなってしまうとね、ちょっと土曜の馬場コンディション気になるところではあったんですけれども、まあ、多少渋ったところで言うとね、少なくとも、春、秋、今年の AJCC のような異常に時計がかかる、そことはちょっと違うのかなというそんな印象も伺えております。で、まあ、当時がちょっとそういった馬場コンディションプラス冬競馬という、なかなか仕上げが難しい状況でもありました。あとこの馬、週中のデータ分析の方でですね、高走率の高いデータ、そちらの方でも出しておりましたし、今回ちょっと賞金取んないとなかなか G1 戦線ひょっとしたら出れないという、そんな状況にもなっておりますので、そういった陣営の勝負仕上げ、その条件に加えまして、中山 2200m、昨年の9月に勝っている条件ということを考えますと、やっぱこの馬自身もね、評価上がっていいような、そんな一頭だと考えております。で、その後に据えるのがタイトルホルダーです。この位置になりました。
こちらの、まあ、前走ね、天皇賞、春出走したんですけれども、ちょっとね、残念な、競争中止という結果になってしまいました。僕その時、新橋のハブで見てたんですけれども、ちょっと本当周りはもうザワザワみたいな、なんとも言えない空気になっておりました。で、そこからの休み明けになるわけなんですけれども、調教自体はね、そこまでひどいとか、そんなこともないと僕は考えております。まあ、能力自体はね、発揮しようがないのかなという状況なんですけれども、やっぱ今回陣営としても、やっぱなんとりあえず使っとこうみたいな、そんなようなところもニュアンスとして感じられましたし、まあ、先ほど申し上げましたように、この馬が前哨戦でガンガン逃げる想定、僕はそこは考えておりません。やっぱそういった慎重な立ち上がりからのね、そういったレース運びが想定されておりますので、まあ実力自体はね、ちょっとこれ以下には下げられないんですけれども、何かに刺されるとか、そういった可能性についてはね、ちょっと考えなければならないという、そんな一頭だと考えております。で、もう一頭がゼフィーロですね。こちらの馬が前走初めての重賞挑戦だったんですけれども、4着という結果でした。まあそう考えますと、今回の G1 馬が3頭もいるような、そんな状況におきまして、この馬果たしてどうだろうと、思うところもあるんですけれども、まあ前走がですね、そこまで、負けたんですけれども、上がり3波の最速で、勝ち馬と0秒2差、そんなに悪くないです。全然やれるというそんな内容を示しておりましたし、こちらもね、旬中のデータ分析ではお伝えさせていただきましたが、このレース、非常にディープインパクト3区と相性がいいという、そんな側面も持っております。まあ、この馬自身ね、おそらく今回後ろからになると思います。なんですけれども、先ほど申し上げましたように、こうスローの展開に、もしなった時にね、そうなるとあんまり前とか後ろとか関係ないというか、バグ1になってなるとやっぱ切れ味勝負になると考えられますので、そうなった場合にね、無欲の外から突っ込んでくるみたいな、そんな足に関しては警戒すべきではないでしょうか。はい、続いてはウィンファイブ対象レースの S から A 評価はこちらをやっていきたいと思っております。まずは中山の9レースなんですけれども、こちらの4頭が該当をいたしました。こんな方とやっぱグラニットにどうしても目がいっちゃうというそんな感じですかね。こちらの馬、前走格上挑戦という感じで重賞に挑戦して、それでも大負けはしなかった。まあ、開幕週の馬場を逃げたというところもあったんですけれども、やっぱこのまま行くとね、そんなにズルズルっとなる感じはあまりしませんので、やっぱここも戦法が限定されること、まあ、これは一つのね、アドバンテージだと僕は考えております。あともう一頭、こちらの方が大外取ってしまったんですけれども、上昇ホープ。まあ、先ほどグラニットを挙げたんですけれども、グラニットが行くということは、どうしても展開が早くなることが想定されますので、逆に言うとね、あんまり大外だからどうこうっていうのはあんまり不利にならないのかなというそんな印象も伺えております。で、この馬自体、ヒイラギ賞というレース、この中山の 1600m、こちらでの勝利実績がありますし、まあ、控える競馬も全く問題ないという、そんな状況を考えると、まあ、今回大外なんですけれども、ルベールジョッキー起用で、まあ、勝負かかっている一頭かなという判断となっております。はい、続いては阪神の10レースですね。こちら阪神 1200m 戦なんですけれども、こちらの4頭が該当をしております。で、この中で取り上げたいのが内枠に入った2頭でして、まずは、フロムダスクという馬なんですが、こちらの方がですね、前走休み明けで、3勝クラス臨んだんですけれども、4着という、そんな着順でもありました。まあ、当時馬体重プラス10キロということで、まあ、ちょっとあんま変わんないか、デビュー戦からでいうとそんな変わんないので、太め残りというところもあんまり僕は勘違いしなかったんですけれども、休み明けというローテーション、ここがもしかしたら影響したのかもしれません。で、今回叩き2000名竹豊ジョッキー起用ということでね、やっぱそういった前走もしかしたら負けるかもみたいな、そんなところも一つね、陣営の頭の中にあったのかもしれません。で、今回阪神代わりということで内枠で先行する可能性が高いと、この条件だったらね、やっぱ僕竹豊ジョッキーの逃げって超怖いんで、なんか普通に残しちゃうみたいな、ところがありますのでね、この馬を決まってきたというそんな次第でございます。あともう一頭の S 評価ですね。こちらの方が、萩野モーリス、こちらの馬なんですけれども、前走休み明けで、これ8ヶ月とかかな、それぐらいぶりだったんですけれども、勝利を収めたというそんな一頭です。で、こちらフロムダスクと正反対でですね、プラス18キロというかなり太かったと思っていたんですけれども、まあ、結果的には成長分というかね、そういったところもあったのかもしれません。で、鮮やかな勝利を飾っておりまして、当時の走破時計がこの馬自身ややもであったんですけれども、この馬自身の持ち時計を更新するというそんな形となりました。で、今回デミュールジョッキー騎乗なんですけれども、これデミュールジョッキーかける阪神 1200m。だから僕の中で無条件で印を打ってしまうみたいな、そんなところがありまして、確かね、この条件の阪神 1200m の重賞は、もう4回か5回走って、4回か3回来てるみたいな、そんな異常なコース適性を誇るというそんなジョッキーでもあります。まあ、このジョッキーを買うとどうしてもスタートを懸念してしまうんですけれども、逆に言うとこの枠でスタートさえ決めればね、普通に勝っちゃう可能性も全然高いので、これぐらいの評価となりました。
はい、続いては中山の10レースを取り上げます。こちらの4頭なんですけれども、これちょっと混戦ムードというかね、なんか3勝クラスなんですけれども、関東と関西のこの差というかね、そこをちょっと感じてしまうような、そんなようなメンバー構成です。で、おそらく明日はね、ちょっと馬場が完全に乾くとは考えにくいので、ある程度渋った馬場想定なんですけれども、その中で取り上げたのが外枠の2頭です。まず名将ミカなんですが、こちらの馬が前走を2着ということで、2走前の休み明けからすごく調子を上げてきているという、そんな1頭です。まあ、こちらの馬なんですけれども、もともとちょっとオープンクラスというか、これ1勝クラス勝った時の 1800m の時計が1分50秒6ということで、かなり速いという、そんな状況時計を示しておりました。全然オープン級の能力を持っていたんですけれども、ちょっと勝ちきれないですとか、スタートに難があるとか、そういったところが重なってしまったんですが、近2走はね、普通に先行する競馬ができております。で、確かに夏競馬は使われてはきているんですけれども、それでも2戦しかしていませんし、今回は佐々木さん攻めで、まあ、ある意味ちょうどいいというかね、そんな状況が生まれております。外目の枠だったら、うまく前に行く馬を生かしつつ先行できる可能性が高いので、この条件だったら減給突破も夢ではないと、そう考えております。もう一頭はナチュラルハイという馬ですね。こちらが夏競馬を連勝中という上がり馬の、そんな一頭となっております。まあ、こちらちょっと3歳馬なんですけれども、春はねちょっとこの舞台で全然歯が立たないという状況だったんですが、近2走道あるで、この馬の良さが発揮されたという、そんな状況です。まあ、道ある校舎でいいですかね。この馬はそういう答えでいいと考えております。今回もおそらく道ある想定でして、まあ、先ほど申し上げた名将三河だったりですとか、それ以外の有力馬、意外とちょっと人気馬が前に行く馬が多い感じでもありますので、前走まくり出しを決めて勝利を収めたこの馬のね、こう一発というか、サイドの突き抜けるような構想があってもおかしくないと、そう判断をいたしました。はい、続いては阪神の11レースですね。こちら週中の方で動画を出したんですけれども、再度補足をしたいと考えております。まあ、この中で S 評価2頭いるわけなんですが、そちらに絞ってお伝えするんですが、まずはハーツコンチェルトですね。こちらの、まあ、春は青葉賞2着と、そしてダービー3着、まあ、東京ですごく進化を発揮したという、そんな1頭なんですけれども、まあ、この馬に関して言うとね、広いコースが合っている、その一択でいいと考えております。もっと言うと、野芝、そこも重なってくるわけなんですけれども、まあ、特にこの昨年の9月ですね、この馬新馬戦勝った時はとてつもない、そんなパフォーマンスでした。で、まあ、前走とかね、その前見るとやっぱ点にはいけないという、そこはどうしてもネックには、なってしまうんですけれども、その中にあってやっぱ春競馬、あの強豪相手に好走を果たした、やっぱポテンシャルに関してはね、すごく高いものがあるというふうに僕は考えております。で、この馬のハーチがアンブライドルズソング、まあ、これも結構近代競馬のキーとなる血統みたいな感じなんですけれども、それこそ三冠馬のコントレールとか、そういった馬にも該当する、いわゆるね、近年すごくトレンドになっているクラシック血統でもあります。で、今回なんですけれども、具体的には全然申し分ありませんし、ちょっとここである程度賞金は取っとかないと、来年以降きつくなるぞというところもありますので、休み明け初戦の関西圏ではあるんですが、むしろこの次走の神戸市、次走の菊花賞、こっちよりもこっちがなんならね、この馬にとって一番なんとかしなければならない、そんな条件かなというふうに思っておりますので、大外一気でズドンと、そんな可能性や警戒すべきではないでしょうか。あと SU がもう1頭が里のグランツなんですけれども、ここでちょっとですね、湘南バシット、こちらの方にも補足をさせてください。ちょっと、今オッズ見たらとてつもなく人気ないのでびっくりしたという、そんな1頭なんですが、こちらの馬がですね、阪神では全く大崩れがないという、阪神での成績が2110かな、そういったような成績を残しておりまして、その後金2走に関して言うと、関東圏の輸送が響いたという可能性は否定をできません。で、この馬なんですけれども、阪神外回りがね、2走、この馬デビュー2戦目で勝利を飾っておりますし、まあ、ある程度、スミレステークスのように上がり3波論の速いような、そんな競馬にも対応可能です。まあ、これ昨年のなんだろう、あの馬に似てるんですよね。なんかジャスティンパレスか、ジャスティンパレスっぽいところがありまして、ジャスティンパレスに関して言うと関東圏でことごとく奔走して、そうなったんですけれども、関西圏とかいわゆる西、関東圏じゃない場所、そちらに戻って一気にパフォーマンスを上げたという、そんな経歴があります。まあ、今回いろいろ考えた時に、やっぱある程度前に行って、しかもある程度内役でという、そんな馬が欲しかったという僕の感覚もあるんですけれども、正直もうちょっとね、人気すると思っていたんですが、ちょっとこの人気だったら僕買いたくなりますね。なんかの印は絶対打ちたいという、そんな状況でもありますので、まあ、これさっきのね、阪神10レースと通じてしまうんですけれども、デムロジョッキーでこの枠でうまくスタートさえ切れれば、後位からスッと抜け出す可能性は全然ありますので、まあ、これちょっと評価であるんですけれども、今回取り上げさせていただきました。
はい、続いては中山の11レースです。こちらは週中の動画をご参照ください。はい、以上で明日の重賞予想とウィンハイブ対象レースの S から A 評価はこの2つは終了となります。来週いよいよね、秋の G1 シリーズ開幕戦という、そんな一戦のスプリンターズステークス、こちらが開催されるということで、まあ、いつものように、月曜日にデータ分析、そして週中に、注目馬、そして週末予想、そんなスケジュールでやっていきたいとね考えておりますので、何卒、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。